ネイティブ・ディーンは、アメリカ合衆国ワシントン DC 大都市圏出身の、イスラム教の音楽グループ。ネイティブ・ディーンの音楽は、ヒップホップと R&B のスタイルを結びつけ、イスラム教に根ざしたテーマの歌詞を歌うものである。彼らは、ディーン有能、Not Afraid to Stand Alone、The Remedy と3枚のアルバムを出している。ディーンは、アラビア語で、宗教ないし 生活様式を意味する言葉である。ネイティブディーンは、ジョシュア・サラーム、ノエム、ムハンマド、アブドル・マリク・アーマドからなる、ワシントン DC 出身の若いムスリムたちのグループである。彼らの音楽は、日常生活の圧力や、誘惑の中でもイスラム教の信仰を守る、よう、若者たちに呼びかけるものである。グループのメンバーは自分たちをムスリムであると自認し、 クーフィーやサルワール・カミーズなど、伝統的なイスラム教の小族をまとっている。彼らによれば、ムスリムであることを表現する方法は一つではなく、エチケットと服装の両方が関わるのだという。彼らの音楽は、ポジティブ・ヒップ・ホップというサブジャンルに類型化される。カリフォルニア州、コスタメサで開催された第3回イスラミック・リリーフのインスピレーションの夕べにおいて、 ムハンマドは強力なスライドショーを語り、世界中の助けを求める、飢えた子供たちの画像を提示しながら、イスラムの教えはムスリムに貧しい者への施しを、するよう求めていることを示した。彼は、イスラミックリリーフについて、次のように述べている。イスラミックリリーフは、あらゆる種類の最も弱い人々を助けている。人々はたった1ドルでもどれだけのことができるか、理解していない。 だからこそ、このイベントは、単なるコンサート以上のものなんだ。これは行動への呼びかけなんだ。ネイティブディーンは、イスラム教の集会や、募金活動、休日の集会などでパフォーマンスをしている。グループは北アメリカのムスリム青年たちの間で、比較的よく知られており、国外でもツアーを行っている。ネイティブディーンの音楽は、典型的な場合、ドラムスにシンセサイザー。 ボーカルから構成されている。イスラム法学者の多くの信念に従い、管楽器や弦楽器、金属製の楽器は演奏に用いられない。ネイティブディーンのメンバーは北米ムスリム青年会で出会っている。個々のメンバーはマイネラプスというムスリムのソングライターやレコーディングアーティストたちの作品にスポットライトを当てたアルバムに参加していた。サラーム。 アーマド、ムハンマドは、それぞれ、ソロとしても活動していたが、一緒に活動を始めて、ネイティブディーンが結成された。ありがとうございます。